速いボール、決まった、長崎先制。前半29分、いやー、島田の目の覚めるようなシュートでした。中に入れていく、ボールだ、ボールこぼれた、ファンマ、決まった、長崎2点目、ファンマが J リーグ初ゴール。期待のスペイン人大型ストライカーファンマに開幕戦で得点が生まれました。さあ回り込む選手もいるが、中に入れていった、うんと、おっと、ここ決まった、乾の右足、アウトサイドのシュート、乾が決めた、長崎3点目。ちょっとね、群馬の足が一瞬ピタッと止まりましたよね、今のこぼれ球に対して。さあ奪えるか、うん、奪うか、奪った、シュート、決まった、長崎4点目。決めたのは澤田、いいよ、クロスを入れる、逆サイド打てるか、入った、決まった、中村、長崎同点、78分です。後半から入ってきた中村、今シーズン初得点で同点に追いつきます。さあ田代、長いボール、ゴードにめがけていく、うん、さあ注目のゴード受けてシュートー、うん、素晴らしい、長崎がワンプレーで先制しました。河野、今シーズンの初ゴールになります。いや、河野起用に応えましたね。そうですね、中央を狙ったボール、入った、先制を見舞われる長崎、決めたのは木村、今シーズン初ゴール。いや、これはね、いい時間帯に点取れましたね。前半の4分です。シュートで割りたい、オナガがエリアに侵入してシュート打った、決まった、勝ち越しゴール。いや、この時間帯はでかいな。大卒ルーキーのオナガが初ゴールを決めました。 J 初ゴール。いや、これはすごいよ、見事なシュート。イオが出てくる、クロス上げる、ニアサイド、ファンマー、先制ゴールはビファーレン長崎。前半の42分、イオのクロスにニアサイド、ファンマが今シーズン2点目で先制。さあどこに合わせるか、中央、ファンマ、決まった、長崎先制。前半27分、ファンマ2試合連続。まあ、前線で少しキープしてシュートまで来た、うん、おっと抜けた、さあ打てるか、打った、入った、澤田、長崎2点目。自身開幕戦以来、今シーズン2点目ということになります。そして今日のゲームの2点目でもある澤田が入れました。ファンマヘディング、長崎先制、ね、ファンマが、ファンマが決めました。今シーズン4ゴール目、チームとして4試合ぶりのゴールです。やはりファンマを狙って入れましたよね、そうですね、はい、アウトスイングのボール、ヘディングシュート、ファンマ、素晴らしいですね、連続ゴール、追加点を奪いました。ここもコーナーキックから、強さありますよね。そうですね、ファンマハットトリック、長崎に3点目、連敗脱出にさらに大きく近づきました。大きい追加点になりましたね、長崎は、はい、長崎は田代が一気にファンマを狙っていく、オフサイドはない、ファンマが抑えてシュートを打っていった、決まった、先制は長崎。やはりこの人、ファンマが決めました。2試合連続ゴール。
前半の19分です。ファンマからここは澤田ボールを受けて左足で狙ったところ、中村が折り返して決まった。ビファーレン長崎2点目、前半の21分です。まあ、これは古部健太選手が先日、まあ、第一子が生まれたということで今日はゆりかごのパフォーマンスでこの2点目を祝いました。素晴らしいですね。はい、今はキャプテンの木山が声を出していました。中村のシュート入った。長崎3点目、今日中村2得点目、この時間に長崎の3点目が飛び出しました。決まりました。同点に追いついたホームの長崎。右サイド押し込んだ中村、勝ち越しゴールは長崎。早かった今狙っていたようにすぐボールに駆け寄っていきました中村。2対1、逆転した長崎。